江ノ電バス藤沢湘南営業所。江ノ電バス藤沢湘南営業所とは、神奈川県藤沢市宮前一番地に位置する、江ノ島電鉄自動車部と株式会社、江ノ電バス藤沢の乗り合いバス営業所でる。ここでは、江ノ島電鉄自動車部の営業所と、江ノ電バス藤沢の営業所を一緒に記述する。最寄りのバス停は、湘南車庫。 神奈川県藤沢市三山市、藤沢市、茅ヶ崎市内の路線と鎌倉市の路線の一部を管轄する。大船駅、藤沢駅、辻堂駅がメインターミナルで、藤沢駅では南北のターミナルを使用する。鎌倉、江ノ島という関東有数の観光地を営業エリア内に用していることが特徴であるが、片側に車線以上に整備された道路を通過する。 路線区間があまり多くないことで観光シーズンなどは道路混雑が激しくなりがちという状況にある。かつて深沢線等を所轄するために藤沢営業所より手広営業所を分離したがそれらの路線は一旦は藤沢営業所に再移管されて手広営業所は空港バスや一部ミニバス路線のみを所轄するのみになった。その後手広営業所は2005年に 敷地減少により原社を余儀なくされた、鎌倉営業所より、鎌倉後半線や高野台線等の遺憾を受けたが、2011年6月に、藤沢営業所と手広営業所の機能を集約するために南営業所が開設され、現在への電バス藤沢が関係する路線は、すべて湘南営業所によって運営されている。手広営業所移転後も残っていた、手広車庫のバス停は、 2013年7月に名称が元の笹田へ戻された。現在は江ノ島電鉄が免許を有する路線は分離市会社である江ノ電バス藤沢に管理委託されている。本校では系統番号を表記しているが、これは便宜上のものであり、実際に運行されるバスに系統番号は表示されない。神奈川県内乗り合いバスルート案内の1 2008年発行ではそれまでの神奈川県バス協会発行の神奈川のバスマップ等で使われた系統番号と異なる番号が付けられた。ここでは全社を基準に表記し、校舎については括弧内で示すこととする。県庁寺、長谷観音、鎌倉大仏、鶴岡八幡宮、鎌倉宮、江ノ島など、鎌倉、江ノ島地域の観光地をめぐる定期観光バス。 従来は、頼朝号、吉常号、静か、号の3コースだったが、2012年8月以降は、出発地、到着地、経由地により、頼朝号、静か号、名み号となる。2018年現在は、鎌倉プリンスホテルを起点に鎌倉パークホテル、鎌倉駅で乗車を扱い、県庁寺、鶴岡八幡宮、鎌倉宮、長谷観音、 鎌倉大仏を回り、鎌倉駅で解散となる静か号が運行されてを予約制。昼食付け、または昼食なし、途中で各自食事が選べる。江ノ電バスの該当記事を参照。1974年、昭和49年6月30日限りで廃止。所属車両の車番は、藤沢営業所からの移管路線で使用される車両は、頭が一番大。 手広営業所からの移管路線のうち、深沢線などで使用される車両等は、頭が5番台、鎌倉湖畔循環線など、鎌倉営業所から手広営業所へ移管された路線で、使用される車両は、よそと違い前乗り仕様となっており、頭が6番台として区別されている。また、貸切観光車は7番台、高速車、定期遊覧車は8番台、小型車は9番台である。 2013年3月23日の湘南営業所管内ダイヤ改正に伴い頭が1番台と5番台の車両については運用上の区分がなくな共通運用となった路線用車両の大半は日産ディーゼル製である大型車はかつては長尺 N 尺車が導入されていたが1990年代初頭以降の新製配置車については標準弱 さらに短尺と徐々に車長が短くなり、2001年には9メートル級のショートベース車、キロリットル RP252 ガンが導入された。その後は、中型ロング車、PKJP360 何の申請配置が多かったが、近年では再び標準弱、L 尺車や短尺、K 尺車が導入されており、ノンステップ車も存在する。三菱製は、ほとんどが、 三菱不創生、純正ボディ仮装の大型車だが、鎌倉営業所もしくは藤沢営業所より転属した車両と2005年以降に新たに配置された車両とがある。かつては、ウベックス型蓄圧式ハイブリッド車として、KCMP637M510 号、KCMP737M511 号の2台が、 鎌倉市の補助金によって導入されていた。椅子図製は少なく、PKGLV234L に、113号、PKGLV234N に、162から164号、QPGLV290N1、13134号の6台である。なお、初代114号は諸事情により、現在は、 国際工業バスで使用されている。かつては IBE テックの送迎用車として委託元予算で購入した富士重車体の KCLV380N500 号も存在した。2代目114号は2016年12月に除籍となり、専属運用を解かれ、他社と同様に共通運用されていた。さらに2014年にはエノデンバスとしては初となる。 日野製の大型ノンステップ車として9 k g キロボ二百2 3 4 n 3 1 2 8号が導入された。また2016年に9 p g キロボト二2 9 0 n 1 1 2 9号、2017年に 9PgkV290N11 億3013万2133号導入した。そのうち132号はエノデンバスとして 初のなるフルカラー LED 車である。かつては高根線や七里ヶ浜線用に中型路線車、イスズ PLR312 回などが所属したが、現在は路線車としては純粋な中型車は所属せず、小型車の日の折りエッセ、ポンチョと前日の中型ロング車が所属する。この他に中型車としては用語学校送迎車として、 日産ディーゼル RM とイスズガーラミオが所属する。一方の観光系は、古くは民生デーゼル、日産ディーゼル製の車両が大多数を占め、2000年代以降は三菱不走性が多かったが、近年は定期観光バスや空港リムジン用途に、ド、トラックス、旧、日産イーゼル製の西日本車体工業96、MC 仮想が、 相次いで導入されるなど、関東圏では極めて珍しい車両が在籍している。2012年に、定期観光バス、名古屋号新設に際しては、鉄道110周年バス85周年を記念して、日野、リエッセアストグ XZB51M、シャバンは085、登録ナンバーは11から85が1台、導入されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。